スメラギの重要データが集まるデータ施設。そこになら俺たちが探し求めるパスコードもあるはずだ。スメラギが秘匿するバタフライエフェクト。でもそれだけ大事な施設ならセキュリティも相当なものではないでしょうか。危険は承知の上だ。俺にはどうしても見つけなければならないものがある。アキラ君、アキラ君がそこまでして探すものが何なのか私にはわからないけど、でもどうか無理だけはしないでね。善処しよう。
ま、データ検索完了。ビンゴ、パスコードを発見したよ。あとはこれを持ち帰るだけだね。させません。君は前に重力能力者と一緒にいたヒューマノイド。イクス、あなたには感謝しなければいけません。あなたのおかげで私は怒りや悲しみといった極めて高度な感情を理解することができたのですから。感情だと？もともと私はありふれた量産型ヒューマノイドに過ぎませんでした。しかし機械でありながら偶然にもセプティマを発現させることができたため、お嬢様の目に留まり、秘書でロボットがセプティマを。それって僕と同じ？あの時の私のセプティマは芽生えたばかりの微弱なものでした。だが今は違う。コントラクト。お嬢様を手にかけたお前に対する復讐心、その感情が私のセプティマベクタードクロスを成長させた。この力で私はお嬢様の仇を討つ。来なさい。
アキュラ君も言わないと思う。あ、そっか。こっちこそごめんね。なんか言いづらいことを聞いちゃったみたいで。ううん、悪いのはこっちだよ。こんなによくしてもらってるのに隠し事みたいになっちゃって。きっといつか心の整理がついたらアキュラ君も言えるようになると思うんだ。だから琥珀ちゃんにはその時まで待ってあげてほしい。ボロちゃん、わかった。私アキュラ君が言ってくれるまで待ってる。だからじゃないか。まあ服は貴重だからね、しょうがないよ。腹巻きくらいないのか。それはちょっとかっこいい、うん、ファッションのことはわからんが、それならばロロを貸そう。え、僕？それじゃあお言葉に甘えてギュー。